got a heart of gold 体中響くコード No, I know I've got a heart of gold もう何も怖くないの探してみた inside 情熱 let it be my guide 確かに見えた light It's beating, beating, beating so fast あけましておめでとうございます。アイスクリームのルイとユナとひなたです。お願いします。おめでとうございます、はい、そして今年もよろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回はですねルイちゃんとユナが成人を迎えたということで二十歳にね、はい、二十歳に、まあ、ユナはまだなってないかな、ね、ユナはまだなってないけどなる年ですね。なる年ということで、今日はここ豊川稲荷で新成人を迎える2人のアイスクリーム特別成人式をやっていきたいと思います。楽しみ。ありがとうございます、はい、はい、そして本日はなんと2人が素敵な振袖を着てくれたということで、はい、1人ずつなんかポイントだったり聞いていきたいと思うんですけど、るいちゃんはなぜその振袖を、はい、私は普段から紫色が好きってよく言ってるんですけど、うん、ね、紫とグレーのカラーが好きなので、かわいい、このお花の真ん中が紫になってるこのデザインと、このグレーっぽいなんかピンクグレージュっぽいこの色味がすごく、うん、アシンメトリーこれだと思いまして、ぽいぽい、はい、でもちょっとこの辺はフリルもついてたりして可愛らしい、あの一面もある一周くるっと髪飾りも含め見せてあげて、あ、そう、髪ヘアセットもすごく、ね、かわいい、かわいくて後ろも紫でかわいい、そうなんですよ、素敵です、ぽいぽい。じゃあユナは、はい、私はあのテーマは自分らしさです。そうですね黄色らしい、はい、なんか黄色、まあ、うん、ユナといえば黄色みたいなイメージもあるので、うん、それもありますし、あと黒色を入れたかったので、はい、なんか黄色と黒っていう組み合わせがすごい可愛いなと思ったのと、あと私はキラキラが好きなので、キラキラしてるのね、確かに蝶々とキラキラが入ってあります、うん、でユナも一周回ってみてください。髪型も可愛いのよ、可愛い、ね、はい、この振り袖だってあれですよね、実際に、ね、本当に実際にそうです、前撮りもしました、はい、成人式もね行くんだよね、うん、あの SNS に載せるので見てください、はい、見てあげてください、はい、ということで今日はこんな可愛い2人と回っていきたいと思います。お願いします。嬉しい、お願いします、はい、今日は MC 日向さんなんですか。そうなんですよ、ね、ちょっと頑張りたいと思うので、はい、あの至らない点はあるかもしれないんでもないです、2人をしっかりお祝いできるように、ね、はい、ありがとうございます。2024年が素敵な年になるようにアイスクリームでちょっと楽しんでいきたいと思います、はい、ということで、はい、新年一発目の配信なので、はいはい、初詣に3人で行きたいと思います。ありがとうございます、はい、それでは早速行っていきましょう。はい、続いては本殿に参拝に行っていきたいと思います、はい、メインだね、はい、アイスクリームの願い事、個人の願い事込めますよ、はい、込めていきたいと思います、はい、そちらになるので、お、行っていきましょう、はい、はい、いや今年はどんな年になるかな、お願いしたいことがいっぱいありすぎるな、はい、これは何にしようかな、はい、順序はありますよ、はい、まずはお賽銭を入れます、はい、で鳴らします鳴らします、そしたら合唱して願い事をして一礼です、はい、了解しました。よく言う二礼二拍手みたいなのが NG らしいので守ってやっていきましょう、お寺ですか、ね、じゃあまずは入れましょう、はい、はい、いくよ、あ、はい、じゃあ3人で回せろ、せーの、いやはい、合唱して願い事をします、願い事が終わったら一礼してくださいね、はい、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、アイスクリームよろしくお願いいたします、頑張りますので、頑張ります、お願いいたします、ということでここからは2人にご祈祷に行っていただきたいと思います、うん、はい、はい、緊張、はい、なので私は待ってますので、お、ちょっと願い事をして私たちだけで、はい、心をね清らかにしてきていただければなと思います、頑張ろうね、ちょっとお願いいたします、お願いします、それでは行ってらっしゃいませ、行ってきまーす、バイバイ、バイバイ、頑張って、緊張する、バイバイ、行きました
おかえりなさい。どうでしたか。いや、はい、なんか初めて振袖を着て、はい、ちゃんとご祈祷を受けたので、はい、なんかすでにちょっとこう清らかな清らかな気持ちになれて、はい、確かに。どうですか、なんか太鼓の音とかが結構思ってたよりでかくて、うん、もうそれ見えるのは多分カメラに映ってるんですけど、うん、ってやったすごいびっくりしてたよね。そう、はい、まあ、でもすごく楽しかったし貴重な経験になりました。ご祈祷も終えて2人は大人の仲間入りをしたということで、はい、やりたいこと目標だったり抱負を1人ずつお伺おうかなと思うんですけど、まずはどうですか。まずはこうアイスクリームが、うん、こう2024年だったり、こうみんなが20歳になってもっともっとこう飛躍できる、もっともっとパワーアップできたらいいなってか絶対しますっていう思いと、うん、あとはいろんな新しい経験を吸収してね、吸収自分からしに行けるようにちょっと外交的にというか、はい、いいんじゃないですかなってみようかなと思います。ゆなは、私もアイスクリームとしてもっともっと成長して、うん、たくさんの人に知ってもらう2024年にしたいなって思いますし、うん、はい、あと個人的にはもっと自分のことを好きにもっともっとなれる、うん、なんか1年になればいいなと思います。いいですね。大人になる2人を皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。続いて行く場所なのですが、1月といったら、はい、私たち忘れてはいけないものがありますよね。なんだろう、はい、2024年1月17日にセカンドアルバムセルフィーが発売されます。もう新年早々、はい、ね、年が明けてから最高のスタートを、はい、そうですね、はい、ということでゆなどんなアルバムになってますか。はい、今回のセルフィーっていうアルバムのタイトルがあるんですけど、うん、それは自分自身を映し出すっていう意味があった、うん、はい、あるのと、あとセルフラブを結構今回テーマとして楽曲作りしているので、うん、はい、それの S とかなんだろう VE と か、うん、なんかそういうところがかかってセルフィーというタイトルになっております。はい、たくさんチェックしていただきたいんですけれども、うん、このニューアルバムセルフィーのヒット祈願を願ってね、はい、行きたいと思います。祈りたい。はい、それでは行ってみたいと思います。神様がいらっしゃいますので、はい、あちらに、あちらに行きましょう。ヒット祈願の神様ということで、どういう神様、これを3人でお願いできるのもいいよ ね、 ね、 ね、見えてまいりました、すごい、神様がこちらですね。神様、こちらが七福神の一人弁財天様という神様になっていて、音楽だったり弁財知恵を司る神様となっております、はい、そしてですね、こちらの神様は芸能昇進だったり、うん、財福将来のご利益があると言われているので、うん、私たちにぴったりの、私たちの願いを叶えてくれそうな神様になっております、はい、どうもアイスクリームです。はじめまして、お願いします。ということでご挨拶をしましょう、はい、合唱します。はい、ということでアイスクリームのニューアルバムセルフィーのヒット祈願が終わりました。お願いいたします。はい、初体験ゼニアライだったんですけど、洗いましたね、ちょっとちゃんと使って、はい、ね、そうね、服をね、服を、ま、回ってね、うん、いきましょう。はい、はい、るいちゃん、改めて今回のアルバムの見どころ教えてください。はい、今回はまあセカンドアルバムということで、うん、より一層私たち自身のこう気合が入ったアルバムに、はい、なっています。こうどういう曲を作りたい、どういう歌詞で歌いたいっていう、こう楽曲のテイストを一から私たちもアイデアを出させていただいて、うん、本当今私たちがやりたいことが具現化されている思いが本当に詰まってる、うん、アルバムになっていると思うので、うん、はい、ぜひこのセルフィーを聴いて皆さんもこうポジティブになったりとか、はい、もっと自己肯定感が上がったり、こう背中を押してくれるようなアルバムになればいいなと思います、はい、皆さんよろしくお願いいたします。します。はい、これで参拝もすべて
終わりました。あっという間、はい、あっという間です。なので最後におみくじを引きたいです、うん、引いて感想戦大好き、はい、ここに初詣っぽい、ね、ぽいぽい、キツネをかたどったキツネみくじがあるみたいです、かわいい、はい、早速引いていきましょう、キツネの形してるのね、初めてだな、ゆな本当になんかマスコットみたいなキツネがあるので、ね、すごい、そうなんだ先生、今年の運勢が何かな、何かな決まるのね、はい、緊張するよ、ありました、わ、かわいい、じゃあ3人でパッてします、これ引っ張ってかわいい、引っ張るみたいで、キツネ、じゃじゃん、かわいい、でこのお尻の紐を引っ張るみたいなのでちょっとやってます、いきます、せーの、わかわいい、じゃあ開けてみよう、ですね、おみくじ、これさ、これこうやって一回開けてさ、はい、バンってやる、はい、それみんなさどういう、あの知ってるタイプ、いや、おみくじは私はあの何でも喜ぶポジティブマインドにできるので大丈夫です、なるほど、こうやってやっちゃう、ご安心ください、こうやってやって開けるの、やばい緊張する、どうしようこれでさ大丈夫あの私が絶対ポジティブに変えてあげる、でも大丈夫、大丈夫、全部大吉、結構長めなおみくじだそうだね、いきますか、ファイル見せますか、いや、うん、一旦見よう自分たちでOK、せーの、どこ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 、あ、吉言うの、中吉、大吉だよ、ひなと大吉だ大吉なんだけど、吉中吉中吉え、みんないいんじゃない、左ずつ読んでいこう、願い事叶い…どこ叶いむずい、叶いがたいようです、叶いがたいようですが、半ばより案外安く叶う、どこにいるか思ってたよりだから叶いがたいかもしれないけど今年の半ばから簡単に叶うみたいな、うん、だから最初頑張ろうってことね、願い事、心長くして騒がねば時至りて叶う、なるほど、じゃああんまり急ぎすぎるなってことだ、山は、なるほどね、はい、ルイちゃんは、私は中吉で願い事来るには無理控えてよし、どういうこと、急には無理だから、急には無理や、急には無理だから、うん、努力しよう、一回努力して突発的に行くのは控えてコツコツ行こうってことね、でもそれ大事だよ、はい、皆さん気になるのあったりします、はい、今回はここまでということで、はい、うん、私の MC はどうでしたでしょうか、いやすごかった、なんだろうご利益のこう説明とか、こういろんな作法というか、はい、手順とか名前とかも全部説明してくれて、はい、あの私たちが成人にな先になったはずですが、はい、そうですね、今後とも、はい、末っ子にいろいろサポートしていただくことは変わらないのかもしれません、はいはい、でなんか、はい、あの漢字が難しいって言ってたのはまだまだ、うん、あの末っ子感があって可愛かったです、そうマジで頑張って調べて、ね、今日が出来上がったので、ね、最高ですね、はい、ね、ありがとう、ありがとうございます、お祝いをねできていたら嬉しいなと思います、はいはい、それでは次回もお楽しみに、バイバーイ。